前回何してたっけ。前回ボス倒してうんたらやった。のカヌーくれるってよ。ミイナ島にお姫さんがいる。全員真の勇者しか言わない。あ、ミスター、くっそ。なんでまだ敵おんねん。それはおかしいでしょ。めちゃくちゃめんどくさいわ。なんでこの城まだでみんな平和そうにしてんのに敵おんねん。それはおかしいやろ。あ、なんもないわ。香りを。ここなんかエンカウントすんねんけど。呪いが解けたよ。みんな同じことしか言わない。洗脳されてんかこいつら。全員同じこと言うよ。あ、パスンジョの左の塔にはワイトスレイヤーがランデテンチから消せないと言ってたから、あだ名の人に使う。さっき言われた気がすんな。王様からカヌーをもらう。てーててててててて。サラのところ行くか。サラー。右の塔もエンカウントしたら笑えんのにな。サラヒは毎日あなたのように取られますじゃ。はい。絶対惚れてるやん。100惚れてるよ。ファミコンのゲームやからな。家庭は全部吹っ飛ばす。まいったな、これ。葵くんが死ぬ前に、なんとか敵を倒さんと。ある村に、の宿で、おやすみなさい。おはよう。おはよう。これはあれやな、多分。ちょ、めっちゃミスってる。これはカヌーでここを通って、うふわ。見てくれ。二人いる。仲良し。使うんかなって思ったら、使うじゃないんや。これで飛行船乗れるな。あ、違う。そうや。ここのヒトラも呪い解けてるはず。うわ、なんかもじゃもじゃのやつ来た。これシドか。シドじいさんがパーティーに。うわ、シドじいさん。偏屈やな。生き返り。帰り後ろからついてくんな。ドラゴンクエストやん、こんな。あ、でもこれで変えるな。上がるかどうかは分からへんねんな、これ。4個買ってもなーって感じの感じのあるな。ミスリルロッド、ミスリルナイフ、ミスリルソード。ダメージ稼がんとどうしようもないところはあると思うねんな。ファイヤーあるし、ファイヤー2個買って、スリプル1個買っとくか。得てして状態異常ってあんまり使わへんねんな。
デルブの谷が地震の後大きな岩で塞がれてしまった。その大きな岩どうしたらいいの。ちょ邪魔。地獄鉱山で大きなった町です。ここが大岩くことことが引くでに見せり線の選手をつければなんとか。よし待ってよ、今作ってやる。すげえな、トントン拍子やん。できたんすか。できた。終わったんかい。ひぐてで大岩に体当たりじゃ。くちゃくちゃやな。ここは誰かおるんやろうか。今ミスリル鉱山ってだけやなこれ。宿屋に人は、ちょちょガキ。日当たりの左から3つ目の壁。おお、やるやん、ガキ。なんかいる。おかげで元の美貌を取り戻した。ほほほほ。びっくりしてるってことは、美人じゃないんやろうな。オッケー。突き当たりから3つ目のところの壁を調べてごらん。ここ。イエス。うわ、おるな。かかるぜ、これは。しまった。やべ。死ぬ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 。魔法。ケアル。あぶねえ。よしよし。わしはしど、引く手を作ったとこ有名じゃぞ。うせえ。敵がめちゃくちゃ多いな。ちょっと待って、あんまり押しすぎると全体にかけようとしよう。よし。あ、ブリザード一体に撃ってしまったかもしれない。あんまりケアルもいっぱい使いたくはないねんな。オッケー。待てよ。トリプル。ファイヤー。他は特にないな。さっきからアイテムドロップしてない気がするんだけど、この時代のゲームってアイテムドロップしゃんのか。ミスリルソード、ミスリルソード2本あったぞ。ホワイトスレイヤー、ミスリルソード遊びできへん。26はちょっと待って、左手に今ナイフつけてたけどさ、コイル下がってへんかった。下がってんねんけど。22、44、めっちゃ強なったわ。これでいい。ベストマッチ。ファイヤー。ケアル。絶対ブリザードよりもファイヤーの方が効くって。やる。あー死ぬ。危ねえ。
あー、これ白魔法と黒魔法で使い回数決めてるんじゃなくてレベルによりけりなのか。困るな。え、どっかで言うてたな。寝るときはベッドに突っ込めばいいのか。ただねや、ただね、無線宿泊や。無線宿泊はこの世界じゃ当たり前みたいなもんやからな。ちょっとどけどけ。ミスリルロッドを1個、ミスリルナイフを1つ。あんまり買いすぎてもこの時代のゲームって大体あれやからな。29。おお、わかった。ちょっとだけ上がったな。ダボーカとか、どけどけどけ、ジジ。1個買って360円なのが432円やから、別にミスルでは見つかればいいや。ここで1個アーマー1つ、盾1つでいいか。ってやるやったらこっちの方が早いな。俺ダガーで22になってるやん。ロッドにしたら、わ、下がるわ。ダガーの方が強いねんけど、どういうことやねんやろな。これこっちをミスリルロッドにすると、あ、下がるわ。ダガーでいいやじゃん。杖杖やからな。ミスリルロッドにちょっとだけオイルがあったな。あ、盾持ってんな。あとどっちの方が防御力ない？あ、どっちも一緒か。葵くんがよく死ぬからな。あ、そっか、盾は手んところやわ。ミスリルの選手が過ぎて引くという感じになったぞ。応用に体当たりじゃん。序盤は攻撃力でいい。ドガーン。いやー、飛空艇までぶっ壊れたけど、飛空艇までぶっ壊れたけど、飛空艇までぶっ壊れたんですけど、いいんすかそれは。オッケー、サスンの町へ。もう一度引く手を作ればお前さんたちの役に立つかもしれないんだ。アーガス王に会いなさい。シドジジ、こっちちょっとチラって見てったな。森の中に小人の町が、南の森にね。旅をしてた私、この町のところに魔法の薬草を隠したらしい。マジで？それはちょっと気になるな。広いなマップ。デッシュってやつがなんかどっかに薬草隠したらしいぞ。A ボタン連打しながら街を練り歩くしかない。あ、ここシドのおじいちゃんの家か。ばあさんから動かしてね。ばあさんしっかりせい。魔法練り草さえあれば。パーン。街の徘徊がすげえ時間かかるな、これ。
ミニマムの魔法を使えば自由に小人になれるんじゃが。生き返り、これじゃない。ババアめっちゃ早なんねんけど、たまに話せへん。エアロという白魔法、風を操り、相手を傷つけるのじゃ。空を飛ぶ怪物洞窟によく効くぞ。え、うふふ、私はどこに来よう。前どっかで見たな、これ。それだけかい。絶対あそこやんけ。か、あの薬草あるところ、100あそこやで。だからこの川の中に入る方法をどっかで見つけやんなかんね。ババ、ここや。もう絶対あそこ。え、今食らったダメージ、なんか今ピカピカって光ったけど、ダメージ食った？ここやって絶対。ほら、ボタン連打が早すぎて何拾ったか分からへん。エリクサーやん。いや、食らってるやろ絶対これ。なんで滝に当たってるダメージ食らうね。エリクサーでシドジジイのところのあれはなんとかなるはず。エリクサーじゃよ。 B ボタンを押してからエリクサーやったが。ほら、ばあさん、ばあさんジャンプした。ほら見てごらん、おかげでこんなに元気になったよ。オッケー。そこの壁のろうそくを押してごらん。なるほどね、これでこっちに行けますよってことか。おお、宝箱いっぱい。鉄の矢、ブライン、フェニックスの金の針。ブラインも役に立つな。待って、魔法いっぱい覚えてたけど大丈夫これ。あ、ブラインレベル2やねんや。小人のパン、小人のパン、グレートボー、ポーション。絶対なんかあるやろ、ここ。あ、ほら。金の針、フェニックスの鉄の矢、ポーション。これはアイテムだけか。なんだ。あ、そうそう、上尾さんとな。じいさん、一回ジャンプすんね。じいさん、もう一回ジャンプすんね。じいさんまだジャンプすんね。じいさんまだまだジャンプすんね。じいさん喋るところにいなくなったけど。シドジジイめっちゃジャンプしたな。生き返り、これは生き返りやろ。てててて、でれれてて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 てん。ロッド、ナイフ、ソード。品揃えは一緒やな。魔法屋さん行こう、魔法屋さん。なんか祈ってるかな。ケアル売ってるぞ。サンダー売ってる。ポイズンとサンダー買っとこう。ポイズン。ジェイダ。一応持ってんねん。分かった分かった、そういうことか。葵くんのやつを、え、あー分かった、これそういうことかもしれん。俺のやつが全部こうなってんねん。これでアイテム化できんねん。なるほどね。サンダーの方がレベル2になった分強いやろ。多分な。
ちょっと待って。いやあ、今の音やばかった。あ、とうとうなんか金かかるようになったぞ。あ、やべ、これ閉じられるパターンか。あーっと、壺調べさせてくれないパターンのやつやわ。とうとう宿泊に金がかかるようになってきたな。お山があるな。あ、これはあんまり強くない。セーブしとかんと死んだ時厄介やな。いい、セーブ。オッケー、行こう。え、なんだ、つなで。なんか竜飛んでる。しかし敵は出る。なんかエアロは効くぞ敵にって聞いたけど、エアロなんかどこにもなかったんけ。とりあえずパパパパって倒してしまう。パパ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 パ。多いな。ブライン、サンダー、おいで。ブライン当たるかな普通に。いた、普通に当たるかな。夜目やろ、聞けよ。うわ、弱っ。ファイヤー、アイテムじゃね。サンダー弱っ。ファイヤーとかと変わらんぞ。ファイヤー、ファイヤー、ちょっとだけ攻撃力上がってんな。ファイヤー、ブリザードか。ファイヤー11ぐらい。あ、ブリザード効くな。全員戦うにしても、だまあもう勝てるやろ、さすがに。よし。金の針。金の針って石解除やったよな。みんなで殴れば怖くないやろ。おらおら。でででで。死んでしまう。あ、宝箱あるわ。あ、エアロ、エアロやん。これで緑さんが若干強くなったな。おっと、違う違う違う。ファイヤー、エアロ、なんかサンダー、
たい。サンダー11ぐらい。ファイヤー。うわ、ええやろ、効くな。めっちゃ効くやん。逃げてどうする。ええやろ、効くけど3発しか撃てん。で、いや、あぶねえ。1しかねえ。あぶな。あー、やべ。くそ、なんてこんなめんどくさい。あぶな、許された。危ない危ない。早く死ぬところ。時間がちょっといい感じになりすぎてるな。テレポみたいなのがないときついな。エアロは単体に使うべきやな、これ。これでいいはず。あー、強いわ。また戦うで。温存でいこう、温存で。ただ毎回エアロが使えるわけじゃないから。うわ、めちゃくちゃ回復したぞ今。あら、セーブせえよってことか、これ。そんな感じすんな。おうおう、なんだ、捕まれた。おバハムートの巣。ほんぎゃー。これはなんや。なんか出てきた。ドジだねー。でし。ご飯にされてるんじゃないか俺らは。めっちゃ慌ててる。逃げろ逃げろ。あ、そんなに痛くない。まあ、逃げれた。危ねえ。どうやって逃げんねん。ジャンプすんのか。どうやって逃げんねん。おお、ミニマムもらってパーティーになった。古典的。わ、どこ降りてんこれ。なんかおる。小人の森トーザスに行ってごらんよ。ここ行き帰りで、こっち HPMB 回復か。あっちは？あ、これ状態異常回復。よし、デッシュが仲間になった。デッシュ、緑の服、全身緑タイツやん。よし、今回ここまでにしよう。終了。